ローレンス・ローゼンは弁護士であり、コンピュータスペシャリストである。彼は、ローゼン・ローアインシャラグというカリフォルニア州の技術系、ローファームの共同設立者である。同所は、技術系企業向きに知的財産権の保護、ライセンシング、商業取引を専門に扱う。同時に彼は、オープンソースイニシアティブのホームコモン並びに初期を務め、アパッチソフトウェア財団。 パイソンソフトウェアプロジェクト、そしてフリースタンダーズグループなど、オープンソース企業並びに、プロジェクトへの法的な助言を行っている。ローゼンは2006年春季まで、スタンフォードロースクールにおける法学の講師を務めていた。彼は、アカデミックフリーライセンス並びにオープンソフトウェア、ライセンスの著作権者である。また彼は、オープンウェブファンデーション、 アパッチソフトウェア財団の理事を務める。ありがとうございます。